スタンフォード駅はコネチカット州フェアフィールド郡スタンフォードにあるメトロノース鉄道の駅。メトロノース鉄道のニューヘイブン線の駅である。アムトラックの北東回廊線の一部でもある。この駅からニューヨーク州にあるグランドセントラル駅とペンシルベニア駅に行ける。スタンフォードは大都市であり、利用者も多い駅である。この駅は主にメトロノースニューヘイブン線の列車が止まる。 ピーク時には3から7分以内に列車が来る確率が高い。ニューヘイブン線では主要駅の一部である。スタンフォードは大都市であり、ニューヨークの通勤以外にもスタンフォード駅に向かう通勤も多い。半分以上の列車は当駅止まりである。アムトラックにとっても主要な駅であり、ほとんどの列車が止まる。止まる列車はピーク時に当駅とニューロンドン駅の間を走る普通列車。 4面5線のホームを持つ高架駅である。各ホームは地下道や湖線橋で結ばれている。島式のホーム有効長は12車両に対して、単式のホーム有効長は10車両。線路の番号は中の順から始まる。1番線は2、3番線の間を通り、ホームに面していない。番線と番線は予備ホームである。公式サイト。ありがとうございます。